これで終わる。いいえ、まだあの男がいる。良い月だな。協調ですね。何？何が協調だって？雨上がりの良い月ではないか。さればこそです。雲一つない聖夜、明け方にかけ大いに冷え込みましょう。風もない。このような時は霧が出やすくなります。雨の後であればなおさら。川中島のあたりでも数日は同様でしょう。見通しが悪くなります。そうなれば兵を動かすのにも支障が出るか。そのためにいらぬ犠牲も。はい、上杉との大戦、なお一層の用心が必要です。初陣を前に緊張しているかと思えば可愛げのないですか。まったくだ。せっかく激励してやろうと思った私の心遣いが台無しだな。恐れ入ります。だがそれでこそ父上が目をかけた真田昌幸、私が友として頼みとする男だ。もったいないお言葉です。できることなら私もお前と共に初陣を迎えたかったが。いずれしかるべき戦が用意されましょう。そうだな。武運を祈るぞ正幸。父上を頼む。母、この月上杉にとっての今日にしてみせましょう。申し上げます、第一章乱世。永禄四年秋、時は戦国。信濃の地をめぐって激しく争いを繰り返す甲斐の武田信玄と越後の上杉謙信は、川中島で四度目の対決を迎えようとしていた。ここに武田家臣真田昌幸は初陣を迎える。日の本一の強者真田幸村の父であり、後に徳川家康を最も恐れさせたとされる豪将も、今は一介の若武者に過ぎなかった。Thank you.
これは正幸さん。良きかな。良い武器は良い鉄から。良い品が入っております。お目が高い。ご武運を。すでに勝ちは見えておる。海津城に物資を輸送するため北の関まで2打を護衛する。わしもお供します。くせ者が出ても蹴散らしてやりましょうぞ。それはなんと。である。
そうか。いいな。愚策である。なんだと。素晴らしい。愚策である。そうか。正幸、物資の輸送ご苦労だったな。きちんと届くか心配だったが。心配をかけたようですまなかったな、正次。ここから先はよろしく頼む。任された。大丈夫だとは思うが、帰りも気をつけろよ。
いかがした？やりました。良い武器は良い良い品が入っております。良い出来で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 す。ご武運を。見事。そうか。出陣いたそう。すでに勝ちは見えておる。明けまでに妻女山を攻め落とし、剣心を八幡原に誘い出すのだ。バカ、夜
は周囲の状況が見えぬなど、昼間の戦とは勝手が違いますぞ。知らされては困る。時を逸しては大事をなせぬ。戦の潮目を読み誤らぬようにせねばな。西条山に陣取る剣心を我ら別動隊が攻撃、そうすれば敵は必ず山を下る。そこを山裾の八幡原に布陣した信玄公率いる本隊とで攻撃する。それが軍師山本勘助様が立てられたこたびの策だ。いつつきが費用だ。虫を出す。なるほど、それでキツツキ戦法。警察兵隊、この奥が最後の砦であろうが、いささか脆すぎる。バカ、剣心の姿がどこにも見当たりません。これは親方様が危うい。急ぎ本陣に戻るぞ。勝利条件変更。開門。バカ、高坂様にご報告を。それでは間に合わん。夜は暗闇に乗じて忍者など特殊な兵が襲ってきます。お気をつけください。忍びは見つけ次第倒すのだ。妨害を受ければ後続の進軍が遅れる。先に山を降りている。日が出れば敵の士気はますます盛んに、本陣へ行くことも難しくなりましょう。夜明けまでにどれだけの距離を稼げるか、それが勝負の分かれ目だ。真田の小せがれか。貴様に恨みはないが、武田に信濃を追われた屈辱忘れはせぬ。怒りに任せて策もなしに攻め寄せ。だからお前は敗れる。こたび敵将を討ち取った。
恐怖じゃねえ。カイドウ、そこか宿敵。ケンチ、夜のうちに山を降りていたという。手つき戦法読まれていたか。武田本陣を上杉謙信が急襲。親方様が応戦しております。完全に裏をかかれたな。だが親方様はやらせん。親方様のもとへは行かせるぞ謙信。ここで援軍とはありがたいの。さすが父上、親方様の護衛をお任せしてよかった。これで木突き部隊は安心して進軍できる。さすが謙信公の読みは正確。ここで待ち伏せして当たりだった。お前がしんがりか。ならば謙信は近いな。周囲の士気を一気に下げることが。出働きなど自慢にならぬ。開門。謙信の私服の邪魔はさせません。山本勘助様、上杉軍の猛攻に苦戦。敵将討ち取った。これほど謙信はこれより宿敵との格別の邪魔をするものではありません。あいにく戦を楽しむ風流はな。薄いの承知。星とは。山形正景様、防戦一方。親方様の救援に向かうことできず。敵将討ち取った。良い覚悟を持っているようです。許しましょう。開門。敵将討ち取った。バカな、こんなことが。お楽しみのところ申し訳ございません。なんの良い趣向じゃったよ。さて正念場じゃな。